県中学アンダー14サッカー大会が開幕し、86チームが熱戦を繰り広げています。正々堂々と全力でプレーすることをここに誓います。51回目となる今回の県中学アンダー14サッカー大会には、中学校のサッカー部と今大会から参加可能となったクラブチームの合わせて86チームが参加し、4日間に及ぶ熱戦に臨みます。サッカーできる環境をずっと作っていきたいというふうに思っていますので、ぜひ子どもたち精一杯サッカーできることに感謝をして、全力でプレーしてほしいと思っています。大会の模様は今月17日午後3時半から KTS の特別番組で放送予定のほか、決勝と準決勝の一部の試合は KTS アプリでライブ配信、見逃し配信されます。